ジャンルや世代を超えて愛され続けた国民的シンガー、八代亜紀、雨の慕情、舟歌など、多くのヒット曲を歌い続けてきたが、昨年12月30日に惜しまれつつ73年の生涯を閉じた。この度、3月26日火曜日、東京、片柳アリーナにて、八代亜紀お別れの会、ありがとう、これからもが開催される。今回は、生前ステージ復帰を熱望していた八代自身の思いを実現すべく、今まで応援してきたファンと共に、コンサート形式で取り行われる。会場の片柳アリーナは、日本工学院専門学校が保有している多目的施設で、同校の学生とともに八代亜紀コンサートの開催を検討していた会場。今回では音楽業界を志している同校の有志の学生も制作運営に参加する。当日は祭壇と献花台及び展示スペースが設けされる。また八代自身の意思を継承し、会場に設けるグッズ販売の収益の一部を能登半島地震をはじめとする震災の被災地、動物保護団体、児童養護施設へ寄付するという。八代亜紀の歌と絵画作品へたくさんのありがとうを届けたい。八代亜紀お別れの会、ありがとう、これからも日時、3月26日火曜日15時30分、会場、17時開演、上演時間、約90分予定。会場、東京、片柳アリーナ。料金、入場料無料、手数料を含むご入場にはおかずと様1枚チケットが必要となります。お席に限りがありますため、抽選制となります。未就学児のご入場はご遠慮いただいております。主催、ミリオン企画企画、制作、ミリオン企画、ユニゾン特別協力、セイコーグループ株式会社協力、東京舞台照明、東京音響通信研究所、ウィング、アシビズム、AI、イスズ天霊、日本工学院、ユニバーサルミュージック、共同東京、共同ファクトリー、ABC フロンティアお別れの会の申し込みについて、申し込み期間、2月29日木曜日23時59分まで、お席に限りがありますため、抽選制となります。抽選結果、3月5日火曜日お申し込み先、共同東京お申し込みの際には、お申し込み者様、同行者様ともに、お名前、ご住所、電話番号、メールアドレスをご登録いただきます。1回の受付につき2枚までの枚数制限がございます。香典と供花についてお供物、朝典、お香典の儀は固くご辞退させていただきます。ご供花、聖火につきましては、こちらよりお申し込みをお願いいたします。当日、直接会場へのご供花のお持ち込みはご遠慮願います。開演途中に献花のご案内をいたしますが、前方のお席の方より順番にご案内するため、後方のお席の方はお時間を頂戴する場合もございますので、何卒ご了承ください。注意書き、注意事項がございます。あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。混み合うことも予想されます。時間に余裕を持ってお越しください。チケット券面にお申し込み者様、同行者様のお名前がそれぞれ印字されます。ご入場時のご本人様確認を実施いたします。ご本人様確認ができない場合には、ご入場をお断りいたします。お申し込みの際は、必ずご来場者されるお申し込み者様、同行者様のお名前でのご登録をお願いいたします。チケット券面に印字されるお申し込み者様氏名もしくは同行者様氏名と下記指定の顔写真付き証明書によるご本人様確認をさせていただきます。下記
き、いずれ回転をご提示ください。コピー及び期限切れはすべて不可、必ず原本をお持ちください。公的機関より発行されている顔写真付き、ご本人確認書類、運転免許証、パスポート、顔写真付き学生証、住民基本台帳カード顔写真付き住民、基本台帳カードは2015年内で新規発行は中止になりましたのでご注意ください。障害者手帳、在留カード、または特別永住者証明書、マイナンバーカード個人番号、マイナンバーの通知カード、個人番号が印字された写真のない紙のカードは身分、証明書として使用できません。なお、マイナンバーカードをご提示されるお客様は、個人番号が見えない専用カードケースをご利用ください。お申し込み後の内容の変更はできません。あらかじめご了承の上、お申し込みください。ご入場時に手荷物検査を行います。車椅子スペースには限りがございます。車椅子でご来場のお客様は、お手元にチケットをご用意の上、お早めに共同東京へご連絡ください。また、お座席でご参加の場合も当日スムーズにご案内をさせていただくため、3月25日月曜日までに共同東京へご連絡ください。開演後のご入場は、本来のお席にご案内できない場合がございます。あらかじめご了承ください。お別れ、回答応じ、映像及び写真撮影のカメラが入る場合がございます。お客様の様子が写真、映像に映り込む場合がございますので、あらかじめご了承ください。営利目的でのチケットのお申し込み並びに転売は固くお断りいたします。チケットに関するお問い合わせ、共同東京0570550799、平日11時から18時土日祝、10時から18時、お別れ会に関するお問い合わせ、ミリオン企画0357318463、平日11時から18時、ご来場前に必ず最新情報をミリオン企画オフィシャルサイトにてご確認の上、ご来場ください。関連リンク、八代亜紀オフィシャルサイト、八代亜紀レーベル。